トンナシャペどれが、どれがドリブンですか。ちょっと一戦目が園田さんトップって分かってるので、あ、トンチャカ分かった。これ見てくれ。ちょっと園田さんじゃない可能性が高いなとかちょっとあるんですけど、まあ、最後にじゃあドリブンズ誰かなって感じで見てみます。はい、ハンセンさんこんばんは。ちょっと今からのは、検討終わるまではちょっとコメント見れないので、はい、伝えたい人は、スパチャで伝えてください。はい、じゃあ行きましょう。手配めっちゃいいな。はい、じゃあ、ドリブンズの誰かなって感じで見ていきます。はい。まあ、これはまあメンバー限定でもいいしね。なんか今日もなんか疲れたな。ちょっとまあもう、気合い入れずに見ますわ。ちょっとこの、これは。のんびり見ます。はい。第1打ペ。うん、これはちょっともういいか。この手配はな。うん、もうここでいいね。うん、チースを切る。はーい。もういいかな。あとはテンパイしたら全部即リ打ってほしいなーって感じかな。ドラのパーピン引かされて、リャマ様落としか。はあ。下茶がローマンローマンチーマン手出しでね。はいはいはい。まあまあまあ。キューピッドなんだな。ウーマンとキューピン難しいな、これ地味にな。下茶に絶対ピンズ切りたくない。ウーマン切って、スーピン切って。うん、まあまあまあ、言うほどか。はい。まあ、どっちでもって感じか。キューピン切って、いや、ハイパー良かったけど、テンパイしないね。地味だ。うん、まあ。これマジか。一発もあったな。8000おるか。ここでね、絶対ピンズ切らないっていうチーマンローマン来てたらね、チーピン3ピンって言ったもんね。リーチ一発も、まあリーチしてない、してるよな。リーチ一発もピンフイーペイコードラさん。8000おる積もっていく。ね、うん、ちょっと違和感ありましたけどね。下茶に絶対ピンズ切りたくないって言うんだったら、ねってなるけどね。まあ、まあ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 。だからといってこれが、ウッパーマンがいいんでね。まあ、普通にテンパったら後継でいくみたいな。ね。まあただちょっと選択肢ありましたよね、ここね。おもろいな。チビン。サンビン。そのなんか、フリテンロッキーピンテンパッド。下茶はリャンウーピン。はい。はい、自分でレンチャンした。まあ、とりあえず、ナン切る。チュン切る。イーマン切る。キューピン切る。うん、ただね、この人ね、普通にうまいっすよね。うまいっていうか、普通ですよね。リャンピン切る。うん、至ってシンプルに打ってくれるんで、かなり見やすいかなと思います。なんか、チーソーは、うん、まあ、チーソー切る。あ、なんか。渡辺さんっぽいかな、これ。第一印象だと、ちょっと渡辺さんっぽい印象ありますね、これね。あとが誰？浅見さんと太郎さんか。まあ、ちょっと園田さんは、なんか、連投が少ないっぽいんで、いや、わかんないのか。園田さん1戦目トップだから、園田さんの話もあるか。捨てない方がいいか。はい。うん、ペーペー切る。あ、すまんすまん。あ、そうですね。いいと思います。二間リーチに備えて、すまんすまん。はい。
で、ペースーマン。ペースーマン。うん、まあ、空いてます。ペー待ちの方がいいしね。スーマンよりね。うん、スーマンは横引っついた時に置いておく。ヤンマンツモ。まあまあ、スーマンかペーか。まあ、現物の打つ方にペーかな、普通は。はい、とにかくペーチャドラ9ピン。手配も2面ついね。はい、シャー切る。うん、やっぱこれもシャー切るもんな、ちゃんとな。渡辺さんか、これ。イーソー切るもんな。うん、渡辺さんだな。はい、イーソー切る。はい、パーソーかハクは、パーソーじゃない、ハク、ハク切る。うん。パーピン切る。パーソー切る。リーチする。上がる。上がれない。はい、なんか毎回。とりあえず E ピン切るか、カンするか。自分何点これ ?214 か。まあまあ、とりあえず E ピン切るか、カンするか。まあ、M リーガーは E ピン切る。お、カンする。渡辺さんだな。あ、E ピン切る。まあ、この後はもう俺とダハ同じだわ。うん。はい。はい、シャンテン。はい。サンス、ん?チーソーか。チーソー切る。うん、これしゃあない。チーソーかローソーしかしかんや、これ。パーソーかパーマンは?もう俺はパーソー切りますね。てか、パーソーやろ、これ。うん、これ渡辺さんだしな。うん、パーソー切るわ、渡辺さんも。うん。うん。いいマン来て立する。もう全部同じだもん。はい、トンさん曲シャーチャドラ吐く。はい、チューン切る。全部同じっす。はい、ハツ切る。あ、パーソーなんだ。うん。これはちょっと意外ですね。別にまあ横伸ばして一通とかもあるしね。早いしね、順目ね。パーソーなんだな。はい、ハツ切る。ハク切る。うん?いそうか。あ?いや、ハクだな。うん。あ、いそうなんだ。これも意外っすね。ハク1枚切れ。まあ、点数も17,300。まあ、そんな焦る点数でもない。うん。まあ、3層が嬉しいんだね。まあまあ、俺ハクかな。はい。シャー切る。あ、何しようん、こいつ。いや、これちゃうやろ。誰やねん、これ、マジで。渡辺さんの皮かぶった他のやつだな、これ。誰やねん、これ。いや、普通にシャー切ってくれよ、こんなもん。なんでシュンつって捨ててんの?いや、とりあえずシャーでよ。うん。5巡目でこの手配で、他の人も何にも情報ないもんね。シャーでよ。何しようこれ。チートイーシャンって逃して。よっしゃ、シャー。さあ、うん、うん、まあ、うん。何しようこれ。何しようこれ。3、2、1で。これでテンパっとるよ、普通は。てか、なんか、手配毎回。うん、もう、なんもない。おう。テンパらんなぁ。はい、何入?親でドラパーピン。リャンソー切る。あ、3ピンからか。まあまあ、別にいいっちゃいいけども。うん、うん、うん。
なんだこれ、誰やこれ。いや、ちょっと渡辺さんにしてはなんか雑だな。まあ、浅見さんか鈴木太郎さんにしようかな。なんか、ちょっとおかしいですね。まあ、下手になった渡辺さんか。はい。ペイ、あ、Q1 切る。ペイ切る。あ、Q ピンでもいいよ。はい、ペイ切る。ああ、まあまあ、これはいいよ。うん、全然いいっす。ローマン切る。ペイ切るか。うん、シュン切る。うん、酸素切る。はい。うおーい！薬薬か。スーパーピン、うん、まあ薬かいな。うん、まあまあまあ、別にそんな言うほどではなかった。な、何曲？ペイチャドライピン。急走切る。ペイ切る。いや、うん、まあまあ、ちょっとこれもいいよ。うん、うん、いいと思います。これわからんな。渡辺さんの可能性も別にあるしな。ちょっとおかしいか。はい、ラス前。ウーワン4枚。うん、初チューン切る。うん。うん。ラスか。カンするね。うん、カンすね。うん、やっぱ渡辺さんっぽいんだよなぁ。いや、ほんとに。ぬるい渡辺さんかな、なんか。体調悪かったのかな。9番切る。いや、渡辺さんっぽいって早まるんだけど。いや、ちょっとなんか渡辺さんみたいな、なんか変なんだよなぁ。はい、22,200 点で、コーラス。どうなった？上茶と7,900、下茶と11,800か。まあ、下とはどれぐらい入ってんの？下のマンツモ条件あんのか。うん、まあまあまあ、普通に行きましょう。はい、まあ、トンチュン来てく。うん、チーして、あ？違うか。違うか。チーしないわ、ごめん。うん、チーしない。はい、チュン切る。シャー切る。チュン切る。ナン切る。うん、シャーない。はい。で、まだトイメントは近いけど、まあ、これでもあれか。ただただ1000点上がって、三着角いくね。9番切る。何切る？うん、まあやっぱちょっとこれ緊急事態なんで、上に振っちゃってね、トイメント800点差なんで、もう何切って超まっすぐがいいっすね。うん、ここではなんか、うん、まあ、いいかな。あ、リーチャイタか。はい、じゃあ、ベタ折りして三茶角で。リアンピンから、ああ、三層からの方がいいか。あ、ごめん、三層来たらいいじゃんねんか。はい、まあいいかな。あ、続いたね。トイメント800点差、続いてしまった。9ピンシャート切っ
ていく。は？何しろこいつ。まあ、単野が強く見えるかってことか。いやー、これ多分渡辺さんじゃないな。こんな初切らんもんな。とりあえず先手でもいい局面だからな。まあ、ただ、数杯がまあ地味にいいから、単野だから、まあ、まあまあまあ、まあ、まあ、100% 確定ではないけど、ちょっとやっぱなんか変な気がするけど。はい。シャア、キューピンと切っていく。うん。うん、パワーで。これ、あさみさんなのかな？俺が知らないマージャンだね、これね。割と素直でいいかなっていう暗感とかもあったり、いきなりバグるから、あさみさんか。なんで誰もイメージないもん。あさみさんだな。うん。ちょっと意味がわからん。うん。これ、普通にパーマ切らないと。うん。なんか、どうかしたこれ。なんなんこれ、ウースを切りたいって全く思わないけど、あさみさんでファイナルアンサー。はい、じゃあコメント見ますね。はい、あさみさんファイナルアンサー。はい、バツ。じゃあ太郎さん、はい、正解。いや、わからん。太郎さんと渡辺さんは結構近いけど、太郎さんで。鈴木太郎さん。あさみさんちゃうんかい。バツ。鈴木、渡辺さんか園田さん。じゃあ渡辺さんだな。はい、渡辺さんで。はい、渡辺さん、ファイナルアンサー。渡辺さん、当たりか、マジか。渡辺さんなんだ、やっぱ。やっぱっていうか、最初はもう渡辺さんってもう確信してたもんね。うん。ペン残して数ローマ外しがまあまあまあだったの、意外。どこだったそれ。見るか。トンバだった。いや、なんか下手だったな。園田さん、連投は考えなかった。いや、園田さんじゃないとも、なんかもうちょっとひねてる気がする、園田さん。何一本場。ちょっとなんか、園田さんも、堀さんもどうしたんだろうな。あえて下手に打ってくれって言われてんのかな。なんか、ね、俺が、まあ、見やすかった人たちが、なんか、ファイナルになって。これか。なんじゃ、もう一回見ていくか。何一局一本場で、点数が19300ね。で、まあ、まあいいか。他の点数はいいか。うん、9万切る。9ピン切る。ああ、これね。うん、いいよ。数万、全然いい。やっぱ点数欲しいもん。ラスカー暇じゃんちゃうから、本一めっちゃ見えるしね。めっちゃっていうか、ペイ重なったら本一見えるし。うん、なんか1000点めっちゃ上がりたいかって言われたら、まあ統一手とかもあるし、やっぱ本一の種残してもいいと思う。うん。万からの上がりってな、ヤクヤクだもんな、今な。ヤクヤク本一になったでかい。うん。まあただ数万切って、そうだな。うん、ちょっと、大丈夫ですね。これは、そんななんと思わんすね。うん。最後のウーソギで良くなかった。最後のウーソってなんだ。ローピンチビ外すのなかなかいない。ん？ん？ローピンチビ外してないけど。どういうこと？ああ、ローピンチビ外すのがないってことね。うん、やっぱペア消えたら外すな。うん、まあこれだったらもう、ここだったら、ペイチュン引いたら外すから、うん、まあまあまあ、その縦重なって、自敗の縦だけだけどね。
最後、嘘勝ちたいようだし、きつい。うーん、いや、でも親だからこそ打点欲しいから、なんとも思わ。親の時のウッパーマン良くて、ペンチーピン恨めた曲が悲しい。あー、あれね。これ嘘なあ、これか。何しろ、これ。超まっすぐ行くだけだな。まあ、遠い面が本質っぽいとか、そんなん言っても、どうでも。まあ、ちょっと M リーグに毒されてるのかな。ちょっと麻雀のね、取り返してほしいですね。はい。まあ、そんな感じかな。はい、いいかな。まあ、どうしようか。今週終わりだし、動画つけてちょっと喋ることありますか。今のところファイナル一番いい麻雀してんの。はぁ、あ、いや。まあ、言うても、でも U-NEXT 見てないもんね、全然ね。まあ、それでも言ってもやっぱり桜ナイツになるちゃうかな。ファイナルに魔物がいる馬鏡中。馬鏡中もねえだろ、こんなもん。はい、竹豊さんいらっしゃい。本いつ発売ですか？本はね、半年後ぐらいかな。年末かな、多分。まあ、俺がめっちゃ早く書けばね、4ヶ月後とかもあるかもしれんけど。はい、森井さんもいらっしゃい。ドリブンさんまだまだいけますか？まだまだいけるってどういうこと？いや、ちょっと俺わかんない。ポイントが全くわからん。岡田さんが意外といいマジャン打ってる印象。岡田さんいいよね、普通に素直でね。ナーガで勉強してるやん、毎日な。まあ、昨日もその話したけど。まあ、ナーガはラスカヒマジャンなんだよ。トンバだけナーガで勉強してないけど。ナンバの最後まで勉強してたらね、さすがにセンスないけど。トンバだけナーガで勉強するやったらいいと思います。意外といける。チーピン恨めた曲、その後、フィーティンにする。どこだったか分からんもん。トンバかナンバかも分からんもん、俺。忘れちゃうもん、そういうの。ドラパーピーの曲か。これか。え？こんなとこからいてないか。こんなとこ入ってない。こんなとこ入ってない。ドラパーピンだったよね。違う。ナンバか？これか？ああ？違う。今度、え？ドラパーピン、何回ドラパーピンになっとんのこれ。多すぎやろ。紛らわしいね。これは違う。あー、消えた。下ブレ引いた。なんでなくなったの？トン1かよ。え？この手だっけ？この手か。この手だ。トン1かよ。そうか、トン1か。チーピン恨めたらその、プリテンリッチか。あー、親でね。あ、確かにプリテンリッチいいっすね。ほんとだし、そうだね。まあ、ただ、トイメンカミチャを、もうトイメンカミチャ降りてるから、テンパイから脳天にさせるって意味はないか。どっちみち出ないか。まあ、どっちみち出ないのか。積もるしかないもんな。要は、トイメンとかカミチャをテンパイからリーチ打って下ろさせるという効果はないけど、まあ、打点上げか。積もった時がな、どっちにしてももう6000オールあるもんね。ちょ、むずいわ、これ。わからんの。
ダマで積もって6勝目だし、まあ一応何か回れるとかもあるかもね。パーピン引いたら、チーピン切るとか。いや、まあ切りたくないけどな。パーピン引いてもパーピンそのまま積もぎってもいいけど、まあなんかそういうのももしかしたらあるんかな。降りれるとかね。ピンズ引いたら降りれるとか。まあ、ウーピン引いてパーピンスライドするとか。まあ、一応そういう選択になるから、まあ、いいんちゃう。ちょっと、これはあまりにむずい。こんな振り手にした方がいいか、得かどうかわからんわ。順目も深いもん。うん。残り2回だもんな。まあ、しなくていいんじゃないですか。多分、しない方が、曲収支は若干プラスな気がする。はい。鈴木優さんが火曜日に2455、2466、13459と、で、急走残してリャンマン切って、リャンピン？リャンマン？切って、二差しのメンツで食ってた、急走が二人の現物だった。26000手持ち親で、供託1300があった、赤いちあって、供託あるから素直に行くと思った。そうだね。それでいいと思います。2652201550で、0がどういう風にいるって感じ？あと8試合。そうだね。岡田さんの前のに、伊達さんおたからいつもボロクソに言われている。あ、そうなんだ。伊達さん普通にうまいっすね。岡田さんね。何曲だったっけ忘れちまった。キューピンし、キューピンなんとも言えんな。そんな悪いとは言えん、やっぱり。あ、キューピン切らなくてもウーマンね。まあ確かにウーマンかローマンチーマンの3択だと俺は思ったけど、まあ、ウッパーマンすごいいいしね。まあ別にいいんちゃう？いや、わからん。なんか、俺の感覚だと、ここでキューピン切るぐらいだったら、もう、リャンマンのとこでパーピンぶっ通すわ。この手順でってのもあるんだよな。パーピンせっかく止め切って、で、こうなると、もう、ローマンチームは来て、止め切って上がるみたいな、なんかそうじゃないんだって思った。俺はね、この手順踏むんだったら、もう、ここでパーピン切るわ、普通に。なんか、そんなように見えたなって感じだな。玉の間の泣きに対して警戒って、リーチ、稲見に警戒した方がいいんですか？しなくていい。全くしなくていいよ。警戒は。ネットマージャンの泣き、安いでもいいしね。下茶は本日 100% で、やっぱ667落としてるからね、見ていいんじゃないかな。まあ、そんな感じか。はーい。どうする？動画はここで閉じとくかな？ 30 分ぐらいで。ちょっと今日も3つ作ったんでね。ここで一旦閉じとくか。渡辺さんだったんだね。渡辺さん外したよね。だから、最初の方は渡辺さんかなって思ってたけど、なんか、何かで違うわってなったんだよね。もう最後の嘘切りとかね。確かに。そこら辺で外したのか。